でなんかあれですか、大橋さんからリサッチにどうしても聞きたいことがあると。ああ、そうなんですよ。これは何ですか。まずボイストレーニングってやったことありますか。はい、あります。あります。で僕ボイストレーニングっていうのは今までやったことがないんですよ。はい、ボイストレーニングに最近になってちょっと、まあ、興味というか行ってみようかなと思い出して。一回もないですか。一回もないんですよ。ライブをとにかくやって、うん、なんていうか叩き上げみたいな。でそのボイストレーニングって何が一番変わるんですかっていうのが質問なんですけど、ゼロインサーチはずっと行ってます。行ったり行かなかったりしていました。なるほど。でもあの、うん、行くタイミングっていつも私は困った時に行くんですね。その、困った時に行き始める、はい、そのツアー中にそれこそこう体調崩しちゃったりとか、こう一生懸命やっていてもこうボーカルにしか分からない、うん、そうですね、こうなんて言うんでしょう、こう疲労具合というか、うん、とかその復活の仕方だったりとかが、うん、あのこうスタッフさんとかこういろんな人に聞いても分からない。そうですね、それは当然で、このそのライブをやってるのは私なので。でもこうアーティストさんによってもこうやっぱ歌うジャンルだったりとか歌い方もそれぞれ皆さんあるので分からないなっていうことがいっぱいあったんですけど、こうボイストレーニングの先生に出会って分からないことをこう一緒に解明してくれるってい こう安心感というか。それ何を解明するんですか。歌い方とかその開け方、鍛え方とかそういうのを教えてくれるんですか。もう教えてくれますけど、こう一番私がすごく助かったのは、あのこうツアーをしているとどんどんこう体力を消耗していって、どんだけ健康管理をしていても絶対に風邪をひくターンがあったんですけど、なんかそれはこう歌い終わってこう私のライブはすごくたくさん動くので、そんなに消耗しているんだったらあのこういうアミノ酸を取りなさいとか、なんかそういう食事まで来るんですか。そうです。そういう復活するための方法だったり、はい、っていうのをこうすごくこう歌に関することとかパフォーマンスに関することをすごくいっぱい教えてくれます。あ、じゃあ声の出し方だけじゃないですね。そうですね。体調管理とか、体調管理とかそのちょっとこの精神面とか、うんうんうん、精神面も結構ある。精神面もすごくあります。あのライブで何度か引っ込む場面が、お着替えだったりとかあの裏に戻るタイミングがあるんですけど、うん、その時にあんた今いいわよって先生が言ってくる。ああ、そういうの言ってもらったことない。とか、だってデビューもらって発覚だからね。それそういうこと一切されない。言えないですね。ね、確かに、はい、それはまあそうなんですよ。だからその僕ら次の日朝起きてみないと その音出るか分かんないじゃないですか。はい、でしかもそのなんていうかその場所が決まってるわけでもないですし、はい、だからすごいなんか不安定なものを、うん、なんですね、楽器自体が。そうですね。そうだからそれがそのボイストレーニングすることでなんか自分の中でこう一つこう楽器としてもうその一段階なんか近づけ、完成形にはならなくてもそのなんかこう階段を登れたらいいなと思って今ちょっとボイストレーニングっていうのはちょっと興味が。僕いいと思う。とてもよくしてもらってさだまさしさん、はいはい、さだまさしさんよくご飯とか連れてもらったりとかしてて、佐田さん最近ボイトレ始めたんですよね。へー。若いあのアメリカとかでやってた人が日本に帰ってきて、そのすごい人がいて、佐田さん始めたらその32、3の女の人がですね、佐田さんに向かってね、最近ねすごくね上手くなったって言ってた。すごいっすね。すごいっすね。ほんとね佐田さんね、うん、上手くなった。あそこキーがね出し方が上手っつって、あーってやつ、あれが上手いっつって。佐野さんも言われてちょっと嬉しいみたいで、その逆に言うと若い人にそういう言われることないから、僕らとかもそうなんですよ。きっと佐野さんになんか文句言うの好きなんですよ、言われるのが。もう誰も言わないんで、もあんなレベルに行っちゃうと。そうですね。とかやってると なんでやってんすかって、うまくなるって言うからやってみて、確かに楽は楽だねっつって。あの人年間200本とかねライブやったり。そうですよね。そうそう、きっといいんだろうなって思います。でもなんかすぐにこう自分でジャッジできないタイミングとかにこう一緒にこう歌のことを考えてくれる先生がいると気持ちはすごく楽です。なるほど。はい、でそのレコーディング前とかに歌い方を一緒に考えたりとかもするんですか。します。あ、はい、なんかこう初めて出会った曲でなんかこう自分の歌は自分でできるけど、それをこう客観的に聴いてくれる人として、はい、やっぱり先生がいてくれると、あんたここあのシンセみたいな歌い方してるからちゃんと言葉を大事にしなさいみたいな、こう、はい、アイディアをくれますね。そういう方なんですね。はい、あんたすごいみたいな。おすぎさんみたいな感じ。あんたいい。はい、ダメ。ベニーロっていうわけでしょ。そうです。はい。相手な。先生に
もちろんよると思いますけど、いろんなタイプの先生がね、おそらくいますもんね、うんうん、ね、逆にピアノとかを今レッスンしようとかそういうのもないんですね。いや、やっぱりありますね。今習ったことないので。習ったことないですか。はい、20歳ぐらいから始めてっていう。クラシックとかそういうのも全然、でも弦のアレンジとかもされますよね。もう自分で、それも自分でやってます。はい、それもそんなにちゃんとオーケストラ勉強したわけでもなく、はい、すごいっすね、それは。怒られてやってきてますね。本当独自の。でも逆に言うと、だからこそ唯一無二とかスキマスイッチみたいなチームが意外と出てこないじゃないですか。スキマスイッチにしかないんですよ。ですか、うん、そうですかね。だからやっぱりこのね、うん、カリキュラムがないから、うん、もうそれぞれがこうっていうのもあるのかもしれないですけども、うん、それでは今後の活動を教えてください。ただいまツアーをやっておりまして、今年 の、 その2月から始まったんですけども、うん、結構長いツアーやってまして、年末12月4日の沖縄までずっと56本ぐらいです。すごい。全都道府県で 2月、はい、2月からやってるんですか。2月からやってます。2月から12月まで、はい、シルクドソレイユだね。だからもうこういうのでその歌を自分で見つけていくしかないです、ね、なかったんですよ。叩き上げ、もう叩き上げでもうとにかく歌うっていう。なるほど。昔の曲歌う時はどうやって歌ってたっけなって言ってますね。いや、まあ、確かにこれ5年続けば喧嘩するわ、そりゃ無理だわ。でしかも愛知県あの実は東海市も1回行ってるんですけど、はい、今回のツアーの中で。なるほど、はい、でも名古屋っていうのがまた別にありまして。あ、本当だ、はい、11月20日に、はい、センチュリーホールでやりますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、すごいですね。はい、さらに9月にはオーガスタキャンプ、はい、僕らの事務所のイベントですね、はい、こちらもありまして、今まであの去年一昨年は配信だったんですけど、今年は3年ぶりに有観客をやる予定でございます。有観客、はい、配信もありますけど、配信もありますね、はい、したいですね、ですね、はい、9月25日横浜赤レンガパーク特設ステージにてですね、あらやりますんで。うち の、 そのオフィスオーガスタっていうのが30周年で、はい、うちの一番トップにいる京子さんという先生、はいはい、先輩が30周年ということですね。でみんなでまあお祭りやろうという。京子さんソロとして30周年ということですか。ソロとして30周年ですね。同じですね、はい、事務所と同じ事務所も、はい、ね、ね、毎週舞台一緒にやっててずっと酔っ払うと可愛いですよね。そうなの、もう聞いてとか分かるとかやるんですよ。あれ京子さんがボイトレの先生ですかね。確かに本当だ。だとしたら独特すぎません。りょうこさんです。りょうこさん近い。近いね。ビーバーボーイズだ。ビーバーボーイズ。バービーです。バービーです。どうでした？いや、なんかすごく楽しかったです。うん、そしてとても勉強になりました。うん。僕はあとね、今日でさらになんか好きになりました。そうそうそう。なんか、うん、ありがとうございます。なんか応援したくなるというか。応援してください。ぜひ。あの今後の歌に色がまた違う色がつきますね。グラデーションがかかりますね。あ、嬉しい。でもあんなにたくさんライブしてくださったら。たくさん行きたいですね。ね、うん、全部来る人もいるんですかね、うんうん、全部の人いますかね。すごいですね。いると思いますよ。ただそのやっぱりどっか近くに行くんで来てくださいよりは、僕があの皆さんの街に行くんでっていうのをやりたくて、うんうんうん、それで全都道府県、うん、で毎ツアーごとにその行ったことない土地に行くんですよね。はい、すごいな、うん、らしいと思います。ライブが一番ですよね、うん、本当にね、はい、はい、ということで本日のお客様スキマスイッチのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。